松平康政松平康政11月12日から1957年1月4日は昭和期の日本の家族官僚旧福井半主下第19代当主ジュニー君一等公爵明治大学政治経済学部教授や相模女子大学学長を務めた妻は徳川家里次女の綾子や子1893年 松平康志僧の子として生まれる。1905年に東京高等師範学校附属小学校。1912年に東京高等師範学校附属中学校を卒業。1919年、京都帝国大学法学部卒業後、明治大学や日本大学などの講師を務める。1924年、イギリスやフランスに留学する。 1930年12月15日、父の死により、家督を相続公爵として、貴族院議員を務め、歌謡会に所属する。この絵踏みまろ、木戸孝一、原田熊浦の運営する、新進家族の会合、11会にも参加した。1936年6月13日、内大臣秘書官長に就任する。 1945年11月24日、退任。1946年1月17日、総佐都市両総裁に就任。昭和天皇の側近、宮中グループの中心人物の一人であり、終戦直後から連合国軍、最高司令官総司令部と接触を図って、東京裁判の対策に当たった。1946年3月から4月にかけて、松平芸民、 寺崎衛生、稲田周一、木下道夫と5人の会を結成して天皇から引き取りを行い、昭和天皇独白録の作成にあたった。1947年3月27日、式部頭となる。1957年1月4日、式部官庁在任のまま死去。ありがとうございます。